Traveler's Cafe。 Life Traveler's Cafe へようこそ。松田美博です。若菜です。ナビゲーターの武井宏奈です。世界各国で自分らしいライフスタイルを送っている素敵な方々にインタビューをし配信する Life Traveler's Cafe。このバージョンは美博さんと若田さんが日本に来た時に各国で旅してきた時のお土産話と皆さんからの質問に直接答えるカフェトークでお届けします。今回はどこに行ってきたんですか？はい、今回はパリです。わパリスです、はい、パリスいいですね。パリス響きがねいいよね。うーん、あの女子には大人気だよね。ラウンジ、うん、空港のラウンジで、うん、私たちが行った時に、うん、もうある男性がね受付されてて、うんうんうん、お客様どちらにご出発ですかって言った時に、うん、パリスって言うわけですよ。この言い方がまたかっこいいし響く響くかっこよかった、なんか不思議だよね。あのパリっていうなんか響きがいいよね。魔法のなんかこうね、うん、力があるで。パリって憧れます。やっぱりそうですね。私ファッションがやっぱ好きなのでやっぱり、うん、憧れありました、うん、はい、女子に人気だよね、うん、そうだね。男性でも私僕パリに憧れててってあんま聞かなかった、うん、確かに。でもやっぱ芸術であったりとか食とか、うん、そういった道を極められてる方はやっぱりパリには必ず行くじゃないですか、ね、うんうんうんお二人の中でパリのイメージってどんなイメージですか？うん、私はね、なんかすごくこう自分っていうものを持ってて、うん、それでなんかこうなんだろう、自分の感覚っていうかセンスをすごく大切にしつつ磨いているっていう街かな。で、なんか17歳の時に。てかその10代からすごいパリが好き でそのきっかけになったのがその17歳の時に、うん、ちょっとねその自分よりも5歳ぐらい大人の雑誌を読むみたいなことをなんかその10代にやってて、まあ、その後もそんな感じだったんだけど、うんうん、でその時に見た雑誌に特集されてたのがパリジェンヌだったんですよ。でパリジェンヌでもなんかこう若い人から、うんうん、その30代ぐらいの人まで10代から30代の人までの女性のパリジェンヌの、まあ、生活に密着してでなんかその人のライフスタイルを記事にするみたいな記事だったんだけど、うんうんうん、その中の一人が10代同じ17歳のパリジェンヌが出てきてで彼女が大切にしてることとか今後社会でやっていきたいこととかあとはなんかすごくこうお化粧品の話をしたりとか、うん、そういう記事がと写真が載っててなんかね同じ17歳で全く世界が違う、うん、人っていうかな、うん、生き方だったからすごい衝撃を受けて、うんうん、でも同時にものすごく素敵だと思ったの、うん、なんか17歳でもうすでに自分の生きる道はここだって決めて、うんうん、でなんか自分がすごく大切にしていること私はこのことが大切だからって言い切れて、うんうん、でなんか家族との時間や友人との時間もすごくエンジョイしてでなんかこうメイクとか美しさも自分がどう何をこうまとったりメイクをしたら美しいかっていうのをもう知ってるの、うんうんうん、その感覚がね全くなかったからそこからねもうすごくパリへの憧れが始まったかな。ミヒはんパリについてパリについて完全にも聞きにもきねパリはクロワッサンが美味しいです。パン美味しいですよね。いや美味しいの、ね、本当に美味しくてびっくりした。パンってこんなに美味しいんだって思った。ね本当に、うん、パンってかクロワッサンがこんなに美味しいんだって思った。あ私道をパリジェンヌが、うん、フランスパンをわーってかじりながら歩いてるのを見て、うん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 、かっこいいと思って、うんうんうん、フランスパン1本買って、うんうんうん、パリの街を、うんうん、フランスパンかじりながら歩いたっていう、うんうん、あれねでもね本当その場でかじりたくなる美味しさなの。そうなのよ。香りもすごいし、その場で食べた方が美味しい。めちゃくちゃ美味しい。結構焼きたてのこと多くないですか。そう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 、ね、ちょっとフランスパンの概念が変わるよね、うん、日本で食べてたフランスパンの概念が、ね、全く違うから、ね、美味しさが、ね、そう本当に育ってますよね。その僕クロワッサンが嫌いなんですよ。えなぜですか。いやなんていうのかな
パイ生地が嫌いなんで、あでパリに行くってなった時に半年前ぐらいから、うんうん、あのクロワッサンを食べる練習をしていてでクロワッサンある場所日本でねレストランとか必ずもういやいやクロワッサン頼んでたんですよ、うんうん、でなかなか美味しさが分かんない、しかもカフェラテにつけるっていうね食べ方をして、でそれパリ行ってからだよ、中継かそれでもやってたよ、うん、でパリに行ってまたどうせ日本と同じだよなと思って食べたら全然違うのそれでクロワッサンが大好きになって、日本でもことあるごとにクロワッサンを前は食べてたっていう、一時期私もクロワッサンハマって、うん、パンあんまり好きじゃないんですよ、うん、実は、うんうんうん、なんですけど、あの私がパン好きになったきっかけは、あの西武池袋線の中村橋にあるあの本当町のパン屋みたいなところで食べたパンが美味しくて好きになったんですけど、うんうん、もう一時期クロワッサンハマってもういろんなとこ食べ歩いてました、日本で美味しいクロワッサン見つけるの難しくないですか、うん、いや僕はちょっとあんま記憶にないかな、そうね、あのほらパリのお店が日本にあったりするじゃない、うん、でも全然違うのよ、全然違いますよね、うん、あれは何でだろう、お水が違うから、お水と、うん、水と空気、だって海外で日本のお米食べても美味しくないのと同じだよ、そういうことですね、うん、いや、 やっぱりなんかその土地ならではの食べ物っていうのがあるんですね、そうね、そうそう、なんか僕たちいつもパリに行くとサンジェルマンデプレっていうとこに滞在するんだけど、うん、そこにあのパリで2番目に美味しいってクロワッサン屋さんがあって、そこはもう美味しかった、へえ、いいな、ね、でもなんか一応パリに滞在中、うん、そのせっかくクロワッサンの美味しさにも目覚めたようだし、みひろくんが、うん、なんかパリのベスト5とか、うん、10とかに入ってるクロワッサン屋さんのクロワッサンを食べようみたいになって、うん、いろいろ食べ歩きしたんだけどね、なんか1位のところが必ずしもなんかこう自分たちの口に合うっていうのはやっぱりないんだなと思って、うんうん、なんかこう自分たちがこう美味しいというもちろん感じるポイントもあるんだけど、うんうん、なんかこう場の雰囲気とかもあるよね、そのカフェとかさ、そうだよね、そういつも行くカフェがあるんだけど、うんうん、そこのクロワッサンはどっちかというとカリッていうよりかふわふわして大きい大味なんだけど、なんかね美味しく感じるんだよ、ね、味とか本当にそのクロワッサンだけのこうコンテストがあって、それだけこう技術とか見たらもしかしたら違う方が美味しいんだけど、うんうん、なんかねそういう自分にとっての合う場所っていうか、うんうんうん、なんか思い入れと か、 なんかそういうのでね、うん、美味しさって変わるなと思った、うん、確かにそうですね、そのよく行くカフェがあって、うんうん、そこは観光日本からの観光の人たちも、まあ、有名だからよく行くんだけど、1階と2階があるのね、うんうん、で1階はもうまさにもうザッパリって感じで外を見ながらこう、うんうん、カフェクレームを飲んでみたいなところで、うんうん、もうすごい満席なのいつも、うんうんうん、で僕たちは2階に行って、2階はねあんまり人がいなくて、でそこでノートで 文章書いたりね、うん、なんかそういう使い方をしてる、そうそう、なんかそのカフェはとてもさっき言ったように有名で、うん、本当昔からの有名な文豪の方たちがそこでこういろいろ執筆をしたりね、議論をしたりしてたって言われてる場所で、うん、でだからね1階に座ると確かに人はいっぱいなんだけど、うん、まずあのカフェ文化、パリのカフェ文化で外せないギャルソンの人たち、そのサービスしたりとかする人たちなんだけど、その人たちの動き、素晴らしい美しい動きを見ることができるっていうことであったりとか、うん、あと確かに、ね、多分ねすごい有名な人たちが来てる感じなの、でギャルソンの人がこう握手する人たちがいて、うんうん、そういう人たちのお客さん見るとちょっと普通じゃないなこの人っていうオーラを放ってたりするから、うんうんうん、多分そういうすごい方たち、素敵な人たちとかをこう人間観察もできるから1階も楽しいんだけど、うんうんうん、なんかねうちらはこう自分たちの時間が欲しいので2階の静かなところでね、うんうんうん、よく1日2回とか3回とか行くときは行っちゃって、うん、過ごしますね、うん、あそうなんですね、いやなんか充実したパリの過ごし方ですね、うんうん、それも、うん、また行きたいな、行きたいね、はい、今回も素敵な旅でした。では今日のテーマに行きたいと思います、はい、今日のテーマは、私はフリーランスでビジネスを展開しているんですが、うん、
複数のメンターの教えが全く違う場合があり、うん、困惑してぐるぐるうろうろしてしまい立ち止まってしまうことがよくあります。どうしたら幸せにビジネスを展開成功させることができるでしょうか、というテーマです。はい、このテーマはですねリスナーの皆さんからの質問を元にしています。今回は静岡県の、これはお名前は若さん、はい、からいただいております。今回のテーマは複数のメンターがいるときはどうすればいいですかっていう感じのテーマですね。そうですね、はい、この背景は、はい、この背景はですねビジネス展開を教えてくださる方がいるんですが、うん、なかなか思うような収益、うん、まあ、結果が出ませんと。私もみひろさんのようなビジネス展開と生き方をしたいです、うん、っていうことですね、はい、なるほど、うん、これ答えから言うと、はい、複数のメンターがいるからうまくいかないんじゃないかな。メンターって複数いるもんなんですかね。いる場合もあると思うんだけど、まあメンター A さんとメンター B さんとメンター C さんがいた時に基本的にはみんな多分違うことを言うと思うんだよね。それぞれのストーリーが違うから。なので教えが違うでしょ。だと私は誰から誰の意見を参考にすればいいんだって分かんなくなって動けなくなっちゃうから、うん、はい、僕としては一人がいいんだなと思う。で僕の大学の頃のエピソードがあって、僕の大学で先生が教授がね4人いたんですよ、うんうん、でみんな僕山形の大学なんだけど、4人とも東京に住んでて、第1週目は教授 A、 第2週目は教授 B、 第3週目は教授 C っていう感じで来てるわけ、うんうん、で第1週目に来た時にデザインとはこうこうこういうもんなんだ、だからこういうやり方やらなきゃダメだよ、はい分かりましたって言ってやってたら次の週行ってそんなやり方をしちゃダメだって次の教授が言ってええと思って、じゃあその教授のやり方をしたら次の週にまた別の教授が来て、いやそういうやり方してこういうやり方しなきゃダメだってっていうのがあったのね。でそこで初めて、あ、なんか複数の教えがあるんだなっていうことを知って、うん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 、僕としてはなんだろうな、そのみんなの意見を聞いてたらいくら先生といえどもこうなんか一貫性がないものに、うんうん、できちゃうんじゃないかなっていうことで、まあ、それが大学の頃分かったっていうことで、なのでなんかこの人に教えてほしいと思ったらそれ以外の人からは聞かない、うんうん、ある一定の期間はね、うんうん、っていう風にしてきたのね、うんうん、でそれは結構すごくよくて、うん、でそんなプロセスがあったということと、もう一つは複数のメンターの教えが全く違う場合に教えと真実っていうものがあって、うん、教えはみんな違うんだけどその教えの背景にある真実はきっとみんな同じなの。あ、その真実を見ることができたら、うん、複数のメンターいてもいいんだけど、うんうんうん、それが見えない場合は見つけることがまだできない段階の場合は一人に絞った方がいいと思う。うん、私この質問すごくよくわかるんですけど、なぜかというと、うん、私は教えてくれる人がたくさんいるんですよ、うん、黙って座ってても結構こうだよあだよって教えてくれる人がたくさんいて、うん、すごくありがたいな、多分可愛がってもらえてるってことだと思うんで、うん、ありがたいなと思っていて、何を話そうとしたか忘れてしまいましたみんなの意見聞いちゃうの？みんなの意見聞いてますね。みんなの意見を聞くんです。聞きます。あ、聞いててで、あ、いいな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 ってみんな思うんですよ。やっぱり皆さんご経験はされてる人だから、うん、でそれを実際の行動に落とし込めないんですよね、うん、うんうんうん、それは迷っている、この立ち止まってしまうっていうことをこの若さんが言っている、うん、その立ち止まってしまうっていうことなんだと思うんですけど、それを教えられたことを多分そのままやってたら良くなくて、多分何かこう自分で噛み砕いて自分に合うようにその、うん、何か形を変えてやった方がいいのかなって思って考え出すとぐるぐるして立ち止まってしまうっていうことがよくあります。
聞いてるようで聞いてないのかしら、うん、と今ちょっとふと思ったんですけど、なんか前回の放送からいくと、うん、頭ではわかるけど、うん、そのアドバイスが腹には落ちてないんじゃない、あそうかもしれないです、うん、とやった方がいいのはわかるけど、うん、腑に落ちてないからあんまりこうやろうかなと思わないとか、それが本当にやりたいことじゃなかったりとかもあるよね、うんうんそうすると私は一体何がやりたいんだみたいな話に、でもこの場合はそのメンターがいるって、まあ、教えてくださる方がいるっていうことなんだけど、うんうん、あのここで触れてない視点として、うん、メンターの選び方っていうのがあって、はい、今日はなんかビジネスの相談だからビジネスのメンターだと思うんだけども、うんうんうん、ビジネスとはいえどもまあ人生とか生き方とか総合的に考えた方がよくて、うんうん、メンターの選び方としてはその人が、どんなことを大切にしているか、どこに向かおうとしているのか、どんなライフスタイルをしているのか、どんなワークスタイルをしているのか、どんな関わり合いを持っているのか、うん、何が好きで何が嫌いかっていうところを総合的に見た上で、あこの人がいいって決めるといいと思うんだけど、ビジネスの成果だけ見てこのメンターって決めるとうまくいかないと思う。あ確かにその向かってる方向性が違かったら、うん、自分が思っている意見とは違うアドバイスが来たりすることもありますよね、うんうん、例えばね、うん、私は夫婦仲良くっていうのは大事にしたいと思ってますっていう生徒さんがいた時に、メンターがビジネスの成果はすごい出せますと、うん、でも売上何千万とかのやり方も教えることができますと、そのやり方通りになれば同じ結果を出ます、でもそのメンターは夫婦の仲がよくありません、ってなった時にメンターにしたいかどうかっていう、あ確かに、うん、それってその夫婦の仲がいいっていうことが自分の中で本当に大事なことだったりとかした場合にそれを曲げてまで違うし、うんと価値観を持っている人の教えを請うかどうかっていうことですよね、うん、だビジネスのメンターだったらビジネスのことだけ見ようとするじゃん、うん、でも自分はみんなは人それぞれビジネスだけが人生じゃないからもっと総合的に見ないと、うん、ビジネスといえどもうまくいかない気がする。確かいかが私、うん、そうですね、いくつかの視点でのこうメッセージというか今気づいたことはあったんですけど、うんうん、なんか2人の話の中に結構それが盛り込まれてて、うん、でもまずそのメンターの選び方っていうところ、ミヒが言ってたところはすごくそのままとても重要だと思ってて、うんうん、私たちってどうしても特にビジネスとか恋愛とか、うん、すぐ目に見える形で形が欲しいとか、はい、形でうまくやりたいって思った時に、うん、どうしても目に見える形のものだけで物事を選んでしまいがちなのと思うね、うんうん、それはもう自分も含めて人ってそうだから、うんうんうん、でそうなんだけど、でもちろん世の中にはビジネス成功って言われてる人たちはたくさんいて、そのやってることもそれぞれ違ってそれぞれ素晴らしいんだけど、そのやってることを見るとちょっとね、本当に何ていうの、軸がブレるというか、だからやってることを見るんじゃなくて、やってるその人そのものを見ていくっていうか、自分はどんなことを大切にしていきたいのかっていうところがまず自分自身に定まってないと、その人を見るっていうこと、人を見て決めるっていうことがまずできないし、でそれをやった上で本当になんていうの、やっぱり何でも形になっているものはその人の中から出てきたものだから、うん、やっぱりまずはその元である人間性とか、うん、その人を見ていく、うん、で自分が大切にしたいことを大切にして体現しているという人にまずはつく、うんうん、そしたらあとはその人が教えてくれることっていうのはその人の中から出てきた全部エッセンスが形になっているものだから、うんうん、それが、ね、自分に合う合わないはあれど、自分の扉を開いてくれるキーワードになってはいくと思うんですよね、うん、だから
なんていうの、形になってるもの、うん、講座とか、うん、うまくビジネスうまくいってる人の言ってることとか、うん、本とか、うんうんうん、もちろんそこから入っていくっていうのも自然だけれども、でも本当にメンターとして自分の人生を導いてくれる人として選ぶのであれば、必ずその人の人間性で決めると、おそらく言ってることが違ったとしても、うんうんうん、多分ね、全部自分の素養になると思うんですよ、うん、栄養になるというか、うんうん、学びになるはずなの、うんうんうん、どれしていいだろうとはならないはずなの。そうか、うん、なんかね、そこがねすごく大切かなというふうにまず感じます、うん、このそうするとこの若さんの場合は、私もみひろさんのようなビジネス展開と生き方をしたいですって書いてあるから、うん、みひろさんに教えを請うべきだってことですよねまあ僕の全てを話した時に受け入れてもらえるかどうかあ、だから そこがすごく重要で、いわゆる、まあ、俺をメンターにしろって言ってる人は世の中いないと思うけどメンターにされる人は、うん、別に全ては公開してないじゃない、あんまり。あ、まあそりゃそうですよね、うん、ビジネスの側面だけとかさ、家でゴロゴロしてる瞬間もね、他にはあるかもしれないですもんね。そういうことも含めて、うん、まあ人間性であり、うんうん、その人の魅力だから、それを踏まえてメンターにしたいかどうかを決めるのは重要だと思う、うん。メンターと恋人って違いますか、うんうん、え、違うんじゃないの違います。いや、あ、まあ確かにその質問の意図は分かるな。なんかその私、うん、ちょっと質問と離れちゃうんですけど、うん、好きになる人って尊敬できる人、ああ、なんで、なんです、そうなんです、ね、そうなんです。だからイコールメンターになりやすい。ああ、です。はい。はい。まあ僕の個人的な思いとしては、うん、パートナーシップにおいては対等であることが重要な気がしていて、うん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 、ただ対等っていうのは尊敬しないってことではないんですよ、うんうんうん、相手を尊敬し尊重することは大事なんだけど、対等でいることがすごくなんかいいパートナーシップを築けるから、そのそれがあればいいと思うんだけども、メンターですってなった時に相手の方がなんかちょっと上で自分が下だってなると、なんかねうまくいかない気がするんですけど、さてここでアドバイスをいただきましょう。若菜さんどうぞ。え、ぼーっと聞いてた二人の対話をと思わない？そうね、パートナーシップって、あ、まあ、恋人とパートナーシップって違うのかしら。どうでしょう、どうなんでしょう。だと要は恋人だったらさ、うん、こう求めるものが恋って、とにかく自分にないものを持ってる人に恋したい。はい、はい、手挙げてるから欲しいのは恋人じゃなくてパートナーシップです。ああ、はい、なるほど、はいはい、パートナーシップだとしたら、うんうん、パートナーシップっていうのは自分対自分みたいなもんだから、あ、自分対自分には見えてない自分との関わり合いみたいなものなので、うんうんうん、で何だっけ質問が恋人はメンターになるかどうかだっけ、 なりやすい、あ、ちょっとパートナーシップを築く人がメンター、うんうんうん、イコールメンターになりませんかっていう質問に今すり替わりました、うんうん、それはなりませんか、うん、まあなる場合もあるしならない場合もあるでしょうというのが答えだけど、うん、そこで最も聞きたいことは、聞きたいことは何でしょうか、うんうん、パートナーの人がメンターになるとダメなの？全然ダメじゃないと思います、うん、でもなんか今までいろんな方の人生を見させてもらってきて感じるのは、うん、確かにやっぱり尊敬する人、自分にないものがある人、うん、自分ができないことをすでにやってる人を好きになるっていうパターンもたくさんやっぱり実際にあるんですよね、うん、でその人たちを見てて思ったのが、例えばその関係性でも要はもちろん尊重しつつも、まあ、自分も磨いていこうと、うん、そこに到達できるように、うんうん、でそのためにすごく学びとしてそのパートナーシップを築いていこうっていう人は割とうまくいく、う
あとはもう本当に尊敬の前にもうめっちゃその人が好きっていう、尊敬とかそれを外したとしても人として本当にその人のことを大好きで愛してますっていうあの関係性の人たちは本当に素晴らしいお互い高め合うような関わり合いをしてってうまくいってますけれども、あのうまくいかないっていう、ここで言ううまくいかないはあの恋が実らないとか、まあそういう関係性になってもなんか思った通りの関わり合いができないっていう人たちを見てると、なんかね、その尊敬してる人たち、人と要は関わり合うことで、あのこれ見たまま言ってもいい、見て感じたまま言うと、こう自分のこうちょっとこう足りないと感じてる部分、実際に足りないかどうかは別にしても、自分が足りないと感じてる部分をその尊敬してる人と付き合うことでなんとかその価値を埋めていこうとしちゃうの、それ、まあ、自分がしようとしなくてもそれ無意識にそうなっちゃうんだけど、っていう関わり合いをしているといつまでも対等じゃないし、何か他のもので自分を埋めるみたいな感じになっていくと、お互い依存っていう関わり合いを生み出しちゃうので、あのそういう人たちはやっぱりね、どうしてもこう循環しないんだよね、っていう2パターンがあるから、どっちでもいいと思うの。なるほど。ただ自分がなんかいい関わり合いをしたいかどうかっていう、感じだと思います。なんかこのビジネスのメンターの複数いるっていうのもなんか同じような感じがして、その自分がそのビジネスをやっていて、足りていない部分をメンターの人から補ってもらおうっていう風にすると、こううまくこう回らなくなって立ち止まってしまうっていうのはなんかあるのかな、そうだね、となんか今感じました。なるほど、はい、はい、ということで今日の質問は、どんなメンターがベストですかです。まあ、これはその人を総合的に表現した時にどういう人かっていう視点だといいかな。その人を無条件に信じてくれる人、その能力を、いいね、はい、です。バカナさんは、私なんか前回と同じでちょっとボキャブラリーがないんだけど、でも正直そうだから言うけど、大好きな人、なるほど。みひろさんは地球、地球がベストなの？はい、地球がベストね。地球、はい、へえ。なんでこっち見て、こっち見てこっちってあれだけどなんか今解説を求めてる、ね、なんで私に解説を求める、自分の答えなのにえ、自然ってことね。はいはいはい、人ではなくね。そう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 、なるほどなるほど。あ、メンターって必ずしも人でないこともある、分かってるね、ちょっと分かってるのじゃないか自分で言いなさいよ、それはい、ということで、まあ、メンターの見つけ方が大事という話でした。はい、ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように日本に来た時に毎週お届けするカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送も聞き逃さないようにポッドキャストの購読ボタンを押してくださいね。それでは良い週末を。Life Travelers Cafe。